してないんですけど、まあ、それどく止まっておりまして、で、かなり出身の小説家だなお様も、小説津軽の中で、岩木さんのことを、情の葉を逆さに立てたように美しい山というふうに表現してます。この岩木さんも、それぞれ見える、場所によって、見る場所によって、形が異なるので、ぜひ津軽地方など、これから回る方などいらっしゃいましたら、お車でも、列車などでも、ぜひ岩木さんの姿と取り比べてみてください。では、まもなくで、津軽飯泉到着です。降りのお客様、降り口、進行方向一番前、右手降り口です。